眠れない夜、ベッドで何時間も転げ回っている自分を想像してみてください。疲れているのにどうしても眠れない。そんな経験はありませんか？お元気ですか？そうです。今日ご紹介するのは、そんな夜にぴったりの瞑想を使って質の高い睡眠を手に入れる方法です。この動画を最後までご覧いただくことで、あなたもきっとと安らかな眠りを取り戻せるはずです。今やあなたは膨大な情報に包まれ、どの動画を見るかを選ぶのはあなた自身です。でもこの選択がもたらす影響は大きいです。だからこそ私はあなたにとって価値ある時間を提供したいのです。今日お伝えする瞑想法は、中村天風の教えをもとに質の高い睡眠を手に入れる方法をお伝えします。この方法を実践すれば、眠れない夜とはおさらばできるでしょう。それどころか、まるで新しい自分に生まれ変わったような感覚を与えてくれることでしょう。最後までご覧いただければその効果を実感できるはずです。このチャンネルでは、人生をよりよく生き抜くため、いわば運命を開くための様々な情報や実践法をわかりやすくお伝えしています。もしこの動画が役に立ったと思ったら、ぜひいいねを押してください。そして、まだチャンネル登録をしていない方は、ご登録をお願いいたします。それでは本題に入っていきましょう。多くの人は瞑想と聞くと何か難しいことをするように思うかもしれません。しかし実はそうではありません。瞑想とは簡単に言えば心を静めることです。中村天風の言葉を借りれば、心を虚に気を平らかにする状態のことを指します。つまり日常生活で溜まったストレスや雑念を取り除き、心を澄んだ状態にすることなのです。天風式瞑想の特徴は、無我無念の状態を目指すことです。無我とは執着のない状態、無念とは思いのない状態を指します。つまり、何も考えず、何も囚われない状態です。これは一見難しそうに聞こえるかもしれません。しかし、実は誰でも練習次第で達成できる状態なのです。中村天風の教えに基づくこの瞑想法は、生命力を引き出し、精神的な疲労を癒す効果があるとされています。この瞑想によって私たちは日常の喧騒から解放され、深いリラクゼーションを得ることができるんです。ポイント1、瞑想は心の奥底に眠る潜在的な力を引き出します。私たちは普段その力に気づかずに生活していますが、瞑想を行うことでその力を引き出し、心身ともに健康な状態を取り戻すことができます。ポイント2、さらに瞑想は脳を活性化し、集中力を高め、ストレスに強くなる効果もあります。現代社会でのストレスや不安感に対抗するためには、このような内的なリソースを活用することが重要となってきています。では、なぜ瞑想が睡眠に効果があるのでしょうか？いくつかご紹介しましょう。一つ目として、ストレス解消。瞑想は日中に溜まったストレスを解消する効果があります。ストレスは睡眠の大敵です。瞑想によってストレスを軽減することで、心身ともにリラックスした状態で眠りにつくことができます。二つ目として、自律神経の調整。瞑想は自律神経の働きを整える効果があります。特に副交感神経の働きを活発にし、体をリラックスさせる作用があります。これにより、スムーズに眠りにつくことができます。三つ目として、脳の活動の鎮静化。瞑想中は脳波の中でもアルファーファが増加します。アルファーファはリラックスした状態で出現する脳波です。これにより脳の活動が鎮静化され、眠りやすい状態になります。四つ目として雑念の排除。寝つきが悪い原因の一つに頭の中を駆け巡る雑念があります。瞑想はこれらの雑念を排除し、心を静かな状態に導きます。5つ目として体内時計の調整。毎日同じ時間に瞑想をすることで体内時計が整います。これにより規則正しい睡眠サイクルを確立することができるわけです。以上示したように、瞑想には睡眠の質を向上させる多くの効果があると思ってください。それでは、睡眠前に実践できる具体的な瞑想をステップバイステップで説明します。就寝前の瞑想実践法です。1、
まず環境を整え、寝室の照明を落とし、静かな環境を作りましょう。スマートフォンなどの電子機器はオフにするか別のところに置きましょう。2、快適な姿勢をとる。ベッドに座るか、床にクッションを敷いて座ります。背筋を伸ばし、リラックスした姿勢をとります。3として深呼吸を行う。目を閉じ、ゆっくりと深呼吸を始めましょう。鼻から息を吸い、口からゆっくりと吐き出します。これを5回程度繰り返してください。そしてその次、4つ目として、体の緊張を解く。頭のてっぺんから足の先まで順番に体の各部位の緊張を意識的に解いていってください。特に肩や首、顔の筋肉の緊張を解くことを意識しましょう。そして5番目に呼吸に意識を向ける。呼吸に意識を集中させます。息を吸うときは吸う、吐くときは吐くと心の中で唱えてもいいでしょう。6番目として雑念が浮かんでも気にしない。様々な思考が浮かんでくるでしょう。それらを追いかけたり排除しようとしたりせず、ただ観察してください。そして再び呼吸に意識を戻すのです。7番目として、無我無念の状態を目指すということです。徐々に思考が落ち着いてきたら何も考えない状態、何も囚われない状態を目指してください。これが無我無念の状態です。そして、瞑想を終える。10分から15分程度経ったらゆっくりと目を開けます。そこでまた深呼吸を2、3回、体を軽く動かして瞑想を終えます。そしてそのまま就寝。瞑想後はそのままの落ち着いた状態で横になり、自然に眠りにつくのを待ちます。この方法を毎晩実践することで睡眠の質が向上していくはずです。具体的にどのように瞑想を行えば良いかということが、先ほどの説明だけではなかなかはわかりません。そしてここで簡単に実践できる天風式の安定打坐法を用いた10分間の瞑想体験をしていただきます。この瞑想法は初心者でも安心して取り組める簡単な方法です。まず静かな場所で肩の力を抜き、背筋を伸ばし、顎を引き、長続きする楽な姿勢で座ってください。ベッドの上でも、椅子に座っても、床に座っても構いません。大事なのはリラックスした状態で座ることです。次に、目を軽く閉じ、深呼吸を数回行います。息を吸い込みながら、体中に新鮮な空気が行き渡るのを感じてください。そして、息を吐き出すときに、日中のストレスや緊張感が、吐く息とともに体から抜けていくのをイメージしましょう。心の思いだけでなく、体中の毒素がその息とともに吐き出されるというイメージ。すべてのものをその吐く息に乗せて吐き出してください。それを2、3回繰り返してみてください。ここで自然の滝の音を背景に、音のしない無音の静寂がランダムに数十秒間入ります。それが10分間続きます。その音のない静けさが無念無想の意識状態になり、深いリラクゼーション状態へと導くわけです。この瞑想法は心地よい瞑想体験を通じて、心と体のバランスを回復し、深いリラックス感をもたらすことができるんです。呼吸が落ち着いてきたら滝の音に意識を集中させ耳を澄まします。音に意識を集中させることで雑念が消えていき、心は一点に凝縮されていく。これが他心から一心への誘導です。滝の音が消えた時に一瞬の空、シーンとした静けさを体験します。その静けさの中で自分と宇宙の一体感を感じてみてください。あなたは自分が宇宙とつながっているということが理解することができるはずです。滝の音が聞こえて耳がその音に惹かれているとき、それはあなたが一心になろうとしている証拠です。そして滝の音が消えたとき、その瞬間こそがあなたが完全に心を空にした瞬間、無念無想です。心は体を思わず、心の動きも感じません。この状態は本当に一瞬で終わるかもしれませんが、練習を続けていくと2秒、3秒、5秒、あるいは1分、2分と
長く保つことができるようになります。はじめは静寂の世界に入ってもすぐに耳に他の音が響いたり、体が何かを感じたりして集中力が乱れてくるでしょう。目は閉じているので視覚的な誘惑はありません。しかし、真の平静は目を閉じて静かに座るだけでなく、日常生活の中で心をそっと落ち着かせることができるようになることなんです。まあ、とにかく、滝の音の耐えた時の無念無想の境涯を味わってみてください。それでは準備をしていただいて、こっから10分間の滝の音、それから無音の音、それの繰り返しが続きますから、今説明したような形で瞑想を体験してみてください。瞑想を続ける中で次第に心が静かになり、全身がリラックスしていくのを感じるでしょう。この状態で10分間瞑想を続けてみてください。それでは始めます。
いかがでしたか？安城太座の極意は、有我一念から無念無想への移行にあります。滝の音に集中しているときは、有我一念。音が消えた瞬間、無念無想の境界に飛び込む。天風氏はこの境地を心神明合、つまり宇宙霊との一体だと説いています。座禅でいう三昧の境地でもあるのです。この修練を繰り返すことで心の休まる場所を体得していきます。安城太座を続けると空間感覚や時間感覚が消えていき、宇宙と自分の境界が取り払われていく。まるで自分が宇宙の中に溶け込んでいくような感覚を味わえるでしょう。それでは、この瞑想の効果を最大限に引き出すためのコツをいくつかお伝えします。まず第一に継続することが大切です。瞑想は一朝一夕で効果が現れるものではありません。毎日続けることが重要です。たとえ短い時間でも毎日実践することを心がけてください。二つ目に、時間や場所を決める。毎日同じ時間、同じ場所で瞑想をすることで習慣化しやすくなります。三番目に、期待しすぎないことです。今日はうまくできた。今日はダメだったなどと評価をせずに、ただ実践することに集中してください。四つ目が自分のペースで、最初から長時間の瞑想は難しいです。今日やったように10分から始めて徐々に時間を伸ばしていくのがいいでしょう。五つ目として呼吸を意識する。集中が途切れた時は、いつでも呼吸に意識を戻してください。呼吸は瞑想の怒りのような役割を果たしています。概要欄に先ほど実践した安城太座の URL を貼り付けておきますので、これをぜひ活用して続けてみてください。そして7番目として、瞑想に気をつける。瞑想後の感覚や気づきをメモ帳でもいいので、つけておくと自分の変化が実感しやすくなるので、おすすめします。これらのコツを意識しながら、毎日瞑想を続けてみてください。瞑想がもたらすその他の効果。瞑想は睡眠の質を向上させるだけでなく、様々な面で私たちの人生を豊かにする可能性を占めています。中村天風の教えによると、瞑想は以下のような効果があるとされています。まず第一に生命力の向上。瞑想は私たちの内なる生命力を引き出す効果があります。潜在意識の奥深くにある力を呼び覚まし、日々の生活に活力をもたらすのです。二番目として精神的疲労の回復。瞑想は日々の生活で蓄積される精神的な疲労を癒す効果があります。これは単なる休息以上の深いレベルでの回復をもたらします。三つ目として脳の活性化。瞑想は脳の働きを活性化します。集中力や創造性が高まり、日常生活や仕事でのパフォーマンス向上につながる可能性もあります。四つ目として心の安定。瞑想を続けることで安心立命の状態、つまり何事にも動じない心の安定を得ることができるようになります。これはストレスの多い現代社会を生きる上で非常に重要なことです。五つ目として直感力の強化。瞑想によって心が澄んでくると直感力が強くなります。問題解決やアイディア創出において優れた直感力が働くようになってきます。六つ目として健康増進。瞑想は免疫力を高め、高血圧や糖尿病などの生活習慣病の予防にも効果があるとされています。七つ目として人間関係の改善。瞑想によって他者への共感力が増し、人間関係が良好になっていく傾向があります。八つ目として悩みへの対処力。瞑想は深刻な悩みに対処する力を与えてくれます。悩みを一時的に忘れるのではなく、根本的に解決する力を養います。これらの効果は、継続的な瞑想実践によって徐々に現れてきます。すぐに劇的な変化を期待するのではなくて、日々の小さな変化に気づくことが大切です。瞑想と現代科学。中村天風の時代から約100年が経ち、現代では瞑想の効果が科学的にも証明されつつあります。
ここで瞑想に関する最新の科学的知見のいくつかをご紹介しましょう。一つ目として脳の構造変化。これは FMRI、機能的磁気共鳴画像法と言いますが、これを用いた研究で瞑想を継続的に行うことでストレス反応を制御する前頭前野の肺爆質が増加することが示されています。この FMRI というのはMRI のもたらす構造情報の上に脳の機能活動がどの部位で起きたかを画像化するという方法です。二つ目としてテロメア長の維持。テロメアは染色体の末端部分で細胞の老化に関係しています。瞑想実践者ではこのテロメアの長さが維持される傾向にあることが報告されています。これは瞑想が細胞レベルでの老化を遅らせる可能性を示唆しています。3番目に免疫機能の向上。8週間の瞑想プログラムを受けた参加者がインフルエンザワクチンに対する抗体反応が向上しているという研究結果があります。4番目として痛みの軽減。慢性痛患者を対象とした研究では、瞑想実践により痛みの知覚が軽減されることが示されています。これは瞑想が脳の痛み処理回路に影響を与えている可能性を示唆しています。5番目として不安と鬱の軽減。メタ分析の結果、瞑想が不安症や鬱症状の軽減に効果があることが示されています。特にマインドフルネスに基づく認知療法 MBCT はうつ病の再発予防に効果があると実験結果が出ています。6番目に注意力と集中力の向上。瞑想実践者は持続的注意力テストにより良いパフォーマンスを示すことが報告されています。これは瞑想が注意力と集中力を向上させる可能性を示唆していると言えます。7番目に睡眠の質の向上。不眠症患者を対象とした研究では、瞑想実践によって睡眠の質が改善し、不眠症を軽減することが示されています。これらの科学的知見は、中村天風が約100年前に提唱した瞑想の効果を裏付けるものと言えるのではないでしょうか。瞑想は心身の健康に多面的な効果をもたらす可能性がある実践方法ということができます。それでは瞑想の効果を実験するまでの過程ということで、瞑想を始めたばかりの方はいつ頃から効果が出るのだろうと疑問に思うことが多いと思います。ここで瞑想の効果が現れるまでの一般的な過程を示します。まず1として最初の1週間。この時期は瞑想に慣れることが主な目標です。座る姿勢や呼吸法に慣れていく過程で多少の不快感や退屈を感じるかもしれません。しかしこれは正常な過程です。2週間から1ヶ月。瞑想に落ち着きを感じられる時間が少しずつ増えてきます。日常生活でもストレス状況下での反応が少し変わってきたことに気づくかもしれません。1ヶ月から3ヶ月。この時期になると瞑想の効果がより明確に現れ始めます。睡眠の質が向上したり、日中の集中力が高まったりする人が多いです。また、ストレス耐性が向上し、些細なことにイライラしにくくなります。3ヶ月から6ヶ月。継続的な実践により瞑想の効果がさらに顕著になります。感情のコントロールが上手になり、対人関係が改善したと感じる人も多いです。また、創造性が高まったり、直感力が強くなったりする場合もあります。6ヶ月から1年。この頃には瞑想が生活の一部として完全に定着します。ストレス耐性が大幅に向上し、人生の困難に対しても冷静に対処できるようになります。また、自己理解が深まり、人生の目的や価値観がより明確になる人も多くなってきます。1年以上、長期的な瞑想実践により、さらに深い変化が現れます。例えば、慈悲心が育ち、他人への共感力が高まります。また、今この瞬間を十分に生きる能力が向上し、人生の満足度が高まります。ただし、以上申したことは、これはあくまでも一般的な過程であり、個人差があることを覚えておいてください。また、効果の現れ方は、瞑想の頻度や、1回あたりの時間、個人の資質などによっても変わってきますので、そこいらをよく了承しておいてください。
重要なのは即効性を求めすぎないことです。瞑想は長期的に実践することでより大きな効果をもたらします。日々の小さな変化に気づき、それを喜ぶ姿勢を持つことが非常に大切になってきます。瞑想による具体的な効果の事例としまして、瞑想を取り入れたことで実際にどのような効果が得られるのか、具体的な事例をいくつかご紹介します。このセクションでは瞑想によって生活がどのように改善されたのか、実際のエピソードを通じてお伝えします。事例1としてあるビジネスマンの方は、日々の仕事のストレスで不眠に悩んでいました。しかし、毎晩の瞑想を習慣にしたことで、次第にストレスが軽減され、深い眠りが得られるようになりました。今では、瞑想のおかげで仕事の効率も上がり、毎日を充実して過ごせるようになったそうです。事例2として、主婦の方、家事や育児のストレスで心が疲れていました。しかし、瞑想を始めたことで、心の余裕ができ、子供たちにも優しく接することができるようになったと言っています。彼女にとって瞑想は日々の生活の中で心をリセットする大切な時間になっているとのことです。事例の3番目として、学生の方は試験勉強のプレッシャーで寝つけなくなってしまいました。瞑想を取り入れることで心が落ち着き、勉強に集中できるようになり、成績も向上しました。瞑想が彼にとって試験勉強を乗り越えるための強力なツールになったんです。ここで中村天風の瞑想法の特徴と他の瞑想法との違いについてお話をします。天風式瞑想は心と体の結合を目指す独自の方法であり、その効果は他の瞑想法とは一線を画しています。一つ目、天風式瞑想の特徴は、その深い静寂感と精神の統一感にあります。この瞑想法では、ただ静かに座るだけでなく、心を完全に空にし、自己の内面と向き合うことが求められます。このプロセスを通じて、心の奥底にある力を引き出し、自己成長を促すことができるのです。二つ目として、他の瞑想法との違いは、宗教的な要素を排除し、誰にでも取り入れやすい方法であるという点です。天風は、クリスチャンでも仏教徒でも、誰でもこの瞑想法を実践できるように設計しました。これにより、宗教にとらわれず、心身の健康を追求することができるんです。まとめとしまして、瞑想を通じて得られる人生の変化。最後に、瞑想を続けることで、人生がどのように変わるのか、その可能性についてお話しします。瞑想は単なるリラクゼーション法にとどまらず、それは自己を見つめ直し、心を整え、人生をより充実したものにするための強力なツール。瞑想を続けることで自己肯定感が高まり、困難な状況でも冷静に対処できる力が身につきます。これにより人生の様々な局面でポジティブな変化を実感できるようになるでしょう。また瞑想は他者との関係にも良い影響を与えます。心が落ち着くことで他人に対する共感や思いやりの気持ちが強まり、人間関係が良好になります。これは仕事や家庭生活でも大きなメリットとなるでしょう。中村天風が体現したように、瞑想には人生を大きく変える力があります。不眠に悩む夜も、ストレスに満ちた日々も、瞑想を実践することで徐々に変わっていく可能性があるのです。しかし、瞑想の効果は一朝一夕では現れません。継続的な実践が鍵となります。最初は難しく感じるかもしれませんが、少しずつ進めていけば必ず変化を感じられるはずです。今夜寝る前にほんの10分でいいので、瞑想を試してみてください。深い呼吸をし、心を落ち着かせ、無我無念の状態を目指してみてください。そして、その後の睡眠の質がどう変わるか、注意深く観察してみてください。瞑想はより良い睡眠への道筋であり、同時により豊かな人生への入り口でもあるのです。あなたの人生が瞑想によってより輝かしいものになることを心から願っています。さあ、今日から瞑想を始めましょう。きっと素晴らしい変化が待っているはずです。ご視聴ありがとうございました。この動画があなたの心と体を癒し、質の高い睡眠を手に入れる一助となれば幸いです。
もしこの動画が役に立ったと感じたら、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。皆さんの二度とない人生を悔いがなく充実した豊かなものにするための一助となることを願っています。では、新しいあなたとの出会いを楽しみにしています。それではまた次回お会いしましょう。ごきげんよう。